番組は株式会社小糸製作所、信州一味噌、ヤマハ発動機、第一生命とご覧のスポンサーの提供でお送りします。海に行くのか、海に帰るのか。ホイットブレッド世界一周ヨットレース、足掛け2年の壮大なバトルにヤマハ初挑戦。ゴールは地球一周半の彼方にある大好きな海、ヤマハ。生きるのだがん脳卒中心筋梗塞からあなたを守りたい、ニューリードシールド新発売。第一生命。そうか、入りたいか。じゃあちょっと会おうか。自分はまだ若いです。頑張りたいと思います。起きた土方さん。新人か、歓迎するぞ。若者の保険パスポート新選組。第一生命。体は嘘をつきません。ツナカルダイで2分の1はカルシウムも入ってカロリー控えめ、油分を2分の1にカットしました。ツナカルダイと2分の1ホテイから。あー、ダイが焼き鳥買ってる。つまみ焼き鳥だ。焼き鳥だ、焼き鳥だ。芸能人って大変だね。焼き鳥ならホテイ焼き焼き。93SBS カップ国際ユースサッカー予選リーグ最終日を迎えました浜松球技場です。予選リーグも最終日、いよいよ今日は AB 両ブロックからの優勝決定戦進出チームが決まります。この浜松球技場から B ブロックの1位をかけまして県高校選抜と韓国ソウル市高校選抜の試合をお楽しみいただきたいと思います。解説は県サッカー協会技術委員で常葉学園菊川高校サッカー部監督の野島俊彦さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。両チームの情報は県高校選抜が石川陽子アナウンサー、韓国ソウル高校選抜が吉本久志アナウンサー、実況を大石武してお伝えしてまいります。それでは両チームのスターティングイレブンからご覧いただきましょう。まず静岡県高校選抜です。ゴールキーパーが川口、清水商業3年、そしてディフェンスは3トップです、3バックです。2番が吉野雄三、藤枝東高校3年、3番が鈴木悟、清翔3年です。4番が小川雅樹、清翔の3年中盤です。5番が加藤康明、清翔の2年、6番が山西貴弘、清水東2年生、8番が佐藤育彦、清翔の2年生、そして9番が伊藤渡、清翔3年生、11番林田大輔、清水東2年生、そして2トップ13番が小山淳、藤枝東高校の2年生、そして17番が清水和夫、浜名高校3年生です。一方韓国です。ゴールキーパー1番イ・ファンソク、3番がチャ・ミョンピル、4番がキム・イルス、5番がキム・ビョンユン、6番がチュ・ヨンホ、13番がキム・デウォン、16番チョン・ソンバン、8番がカン・ジョンフン、7番がイ・ゼヒョン、そして10番がキム・ゼシン、9番がチョ・ソンガンです。以上が両チームのスターティングメンバーです。さて、まもなく前半のキックオフが行われます。左のエンド、ブルーのユニフォームが静岡県高校選抜、右のエンド、真っ赤なユニフォームが韓国ソウル高校選抜です。風がこの放送席メインスタンドから見て左から右へ緩やかに流れています。前半風上に立つのが静岡県高校選抜、ブルーのユニフォームです。この試合の解説は野島さんですが、さてこのB ブロック1をかけてのゲーム、はい、まあ、とにかく県選抜は引き分けでもいいわけですね。そうですね、ですからそのあたり気持ちの上ではだいぶ優位に立っていると思います。さあ前半まもなくキックオフです。韓国のキックオフで今前半40分が始まりました。真っ赤なユニフォーム、右のエンドが韓国ソウル市高校選抜、一方ブルーのユニフォームが静岡県高校選抜です。さあその県高校選抜が真ん中から突破を図ろうというところ、ここでホイッスルがありました。さあ早くもゴール正面の位置からフリーキックを得たのが静岡県高校選抜、この選手が13番の小山です。立ち上がりチャンスを掴んでいます静岡県高校選抜です。さあここは注目しましょう。
ゴールまで25、6メーター。壁ができます。真っ赤な壁。前半の立ち上がりです。ここは蹴りません。もう一度。ああ、選手を呼びますね。あ、イエローカードです。ああ、野島さん。プレーを遅らす行為ですね。はい。6番のチュ・ヨンホ。早くもこの試合1枚目のイエローカードが出されました。韓国。さあ、仕切り直しです。ちょこんと出して、シュートを狙いました。8番の佐藤。左のゴールポスト、わずかなところ、これ惜しかったですね。そうですね。さあ、今のシュートシーンをご覧いただきましょう。蹴ると見せかけて、叩いて、そしてこのロングシュート。まあ、この佐藤選手はかなりね、ミドルシュート、ロングシュートと、遠目からのね、そうですね、シュートがあります。さあ、この静岡県高校選抜と韓国のゲームですが、まあ、先ほど言いましたけれども、県選抜の方はこれはもう勝ちますとすんなり、B ブロック1位なんですが、引き分けでもいいということで、まあ、気持ちの上でだいぶ有利、韓国はもうここは絶対勝たなければいけないわけですね。そうですね。その辺で、まあ、両チームちょっと気持ちの上では違うんですが、韓国も、久しぶりに今年はまあ、これまで単独チームだったんですが、ソウルの高校選抜ということで、ソウル市内から24チーム、はい、まあ、この中から選抜しましてメンバーを組んできました。ゴール前にボールが上がりましたが、これはゴールラインを割っています。まあ、そういったこの今大会にかける意気込みというのは韓国の方も伺いますね。そうですね。ちょっと前々回、まあ、前回前々回ちょっと振りませんでしたのでね、はい、向こうの方もやはり、名誉挽回というようなことで、非常に、ソウルというね、大きな都会のところの子どもたち中からえりすぐったメンバーで、はい、やっぱ勝ちに来ましたね。はい。さあ、前半1本目のコーナーキックは左側から県高校選抜です。佐藤が蹴ります。これはニアポストクリアしました。そして韓国ソウル高校選抜左サイド、選手が倒されましたが、ここはホイッスルがありません。そして加藤から前線へ、4番です。4番の小川雅紀、清水商業です。これは折り返しません。まあ、この小川選手も3バックの一人なんですけれども、はい、かなり前線の方にね、そうですね、非常に攻撃好きな選手ですね。ディフェンダーなんですけどね。今日は3バック、スイーパーの位置が2番の吉野、藤枝東高校、そしてストッパーが3番の鈴木悟と4番の小川雅紀、こういった 3-5-2 の布陣を敷いています。静岡県高校選抜。さあ、右サイド小山です。一旦後ろに戻して加藤、これは相手がインターセプト、韓国。ソウル高校選抜です。メインスタンド側です。これは落ち着いて処理しました。2番の吉野。大石さん、はい、こちら県選抜チームの試合前の表情です。はい。村田監督ですが、昨日は選手たちこの試合の時間帯に合わせまして3時から軽く1時間半ほどの練習を行ったそうです。主に守りのバランスの確認が中心だったそうです。今日は1時50分ごろこの会場に着きまして、軽くウォーミングアップを先ほどまで行っていました。そしておとといの試合でちょっと左足の甲と右足の膝を痛めて欠場しているのが鈴木則明選手なんですね。この選手本人にも聞きましたけれども、両足とも痛いということです。この穴はですね、佐藤幸彦選手を中心に中盤をうまく使ってカバーしてほしいということでした。さあ、左サイド韓国、ソウル高校選抜です。これはクリアしました。今日は県高校選抜が背番号10をつけました鈴木則明が欠場しています。まあ、この鈴木といいますと、おとといの、ね、ドイツ戦で非常に技ありのシュートを決めた選手なんですが、はい、ちょっと試合中に足を、左足の甲をちょっと踏まれたという、先ほどちょっと話そんな話を聞いたんですが、まあ、明日もありますんでね、はい、ここは大事を取るということです。さあ、韓国が県選抜陣内攻め入りますが、ここは落ち着いて処理します。まあ、この県選抜も清翔が中心のメンバー構成になっているんですが、はい、そのディフェンスはほとんど清水商業ですね。そうですね。まあ、吉野君が一
1枚加わっておりますけどね、はい、星さん、はい、県選抜チーム続きですけれども、フォーメーションは352の2トップで、山西加藤がウィングバックとしてもっと上がってくれれば、2人は素晴らしいものを持っているので勝ちにつながる活躍をしてくれるだろうと話していました。はい、そしてブロック優勝は意識していない、一戦一戦一生懸命やるだけだと話していました。以上です。はい、今日の県高校選抜のリポートは石川陽子アナウンサーでした。さあ右サイド、これは韓国がうまくボールを回しました。さあ県選抜、今度は逆サイド、縦へボールを入れます。13番の小山、左サイド、これは向こう側の、いやゴールラインを割っています。さあ前半立ち上がりすでに5分6分を回ってるんですが、ここまでご覧になった感じとしてはいかがですか。はい、そうですね、まず352というシステムですね、はい、向こうの2トップに対して非常にまずいいマークができているというところですね、はい、そういうディフェンスの安定がですね、非常に今非常に攻撃的になってますけども、攻撃に非常にいいリズムを生み出しますね、はい、特にあの前線の2人ですね、小山君、それから清水君ですか、はい、ボールが入りました。これは後ろ流れました。小山、清水、彼らの非常に動き出しも早いですしね、非常に足元あるいはスペース、はい、そういうところのパスの、判断してくれるんでしょうかね、はい、そういうあのための中盤からディフェンスラインも含めてですね、ボール出しも非常にいい、あの序盤としては非常に県選抜のいいリズムだと思うんですね、はい、まずは立ち上がりはいいリズムの静岡県高校選抜、はい、これもいいですね、縦へのこの長いパスですね、まあ、あの昨日は一昨日ですか、村田監督にちょっとその辺話しましたら、相手 の, その韓国の方はディフェンスラインがどうもそれほど強くなさそうなので、はい、この裏の方へ清水あるいはその小山ですかね、はい、こういったところを走らせていきたいという話もしていたんですが、こういった形が今はできつつありますね。あと、まあ、よく言うならば、はい、佐藤君にボールをちょっと集めてですね、はい、今行きましたね、はい、彼から非常にいいスルーパス出ますので ね, そうですね、もう少し、彼にボールを集めたら、はい、というように思うんですけどね、星さん、はい、この韓国なんですけどもね、あのイ・エジュン監督に話を聞きましたら、来日の直前まで韓国の三大大会の一つ KBS 杯がありまして、はい、まあ、結成後わずか5日で日本に来たんだそうです。だから練習不足は否めないようですね、うん、さあチャンスになりましたが、佐藤幸彦のシュートはこれは吹かしてしまいました。それからの監督自身もやはりディフェンス面には弱さを感じるという話がありました、はい、ソウル市の24校の中から選抜してきたメンバーなんですけども、ディフェンスの要の2人が抜けておりましてね、これはあのイ・スンフン、それからアン・ジョンファンという2人なんですが、韓国のナショナルユースでスリランカに遠征中でして、その穴を十分に埋め切ってないという話がありました。今日のゲームは静岡県高校選抜の8番の佐藤、それから11番の林田、まあ、今日は出ておりませんけども10番の鈴木紀明、この3人が要注意だと、8番の佐藤に関しては周りがよく見えている、10番11番に関しては速さがある、光るものがあるという話がありました、まあ、今日は前半ではあまり動きがないだろうが、後半になったら相手の出方を見て動きが出てくるだろう、まあ、ソウルというのは気温が大変上がるところですのでね、まあ、暑さはいいんだけどもちょっとこう湿気が気になるなという話がありました。以上です、はい、今日の韓国ソウル高校選抜の情報は吉本久志アナウンサーです。さあ県選抜スルーパスが通ろうというところですが、これはうまく処理しました。今レポートにありましたけれども、まあ、両チームともにですね、まあ、負けられない一戦、まあ、あのかなりそのマークする選手もかなり明確にしてね、はい、その辺も指示が出ていたようですね、はい、あのディフェンスは今、6番と13番の、はい、選手たちによって小山君と清水君のマンツーマンで、まあ、きちっとマークしているわけですけども、はい、両サイドのですね、3番の右サイドにいる選手、それから、左サイドの4番の選手でしょうか、はい、ちょっとマークがつかみきれてないような感じです。韓国の4番ですね、そうですね、キム・イルスですね、はい、これはちょっと不安定なんですけどね、はい、まあ、時間の経過とともにそういうのもきちっと修正されていくんじゃないかと思うんですけども、はい、さあ前半も10分が経過しています。まだ得点がありません。0対0。さあ韓国がボールを取りました。右サイド7番が突破をしていきます。イ・ゼション向こう側、しかしこれは小川がさばいています。そしてもう一度組み立てます。韓国真っ赤なユニフォーム、細かいパスを通していく中盤です。8番アン・ジョンフン左を振りました。この8番から10番のキム・ゼシン、このコンビがなかなか韓国これを軸として攻撃の方も展開してくるんですが、
このラインは抑えなければいけませんね。そうですね、一つのポイントですからね、はい。さあ、その8番のカン・ジョンフンがボールを入れました。そして4番が中谷ボールをパスを通します。これはカットしました。県選抜左サイド、韓国です。カン・ジョンフン。さあ、そしてキム・ゼシン、ドリブルで上がっていく。ワンツーをもらうか。これはカットしました。正面、この辺はやはり県選抜のなかなか落ち着いて守りの方をしてますね。さすがに清水商業を中心とした堅い守り、県選抜も落ち着いています。ちょっとソウルのチームの方のディフェンスラインの仕上げが遅いもんですからね、はい。単発で攻撃が終わっているというような感じなんですね。そうですね、はい。もう少しこう後ろからのフォローがあれば、ね、もう少し前線と最終のディフェンスラインをですね、はい、コンパクトにしないと、なかなかボールを支配することが難しいんじゃないかと思いますね。だいぶこのトップとこの最終ラインが、こう間が開いてますから ね、 ちょっと指導官もですね、若干下がり目のハーフですね、はい。そこにちょっとバランスを、今小川君が行きましたけど、小川のシュート、ミドルシュートを狙いました、はい。ちょっとあそこがね、フォワードとディフェンスラインのところが空いてしまうというのがちょっと、直さなくちゃならないんじゃないかと思うんですけどね。少しスペースができたところ、そこが気をつけなければいけないということですね。そうですね、加藤君ですか、佐藤君とそれから伊藤君ですね、はい。伊藤君が上がって、2人が同時に上がっていってしまうんですね、どうしてもそうしますと、そこにディフェンスラインとの間に、はい、スペースができてしまう、それを今度逆に拾われると、今度は逆にカウンターを食らうという、ね、ことになりますので、あそこは攻撃になったらちょっと小川君が出てあげる、あるいはスイーパーのリベロで上がってあげるっていうんですかね、はい。そういうようなことをやっていけば、もっと分厚い攻撃できると思いますよ。あ、なるほどね、はい。その辺のディフェンスラインと中盤のちょっとやや下がり目とのコンビネーションですかね。そうですね、さあ、右サイド、壁パスを通して佐藤が折り返しました。グラウンダー、しかしこれはカットしています。韓国ボールが入りました。静岡県高校選抜ブルーのユニフォーム。さあ、中央です。9番の伊藤渡る、いいですね、はい。左叩いたペナルティーエリアの中に入りました。シュートを打った。ゴールキーパー抑えました。一反則、この林田、左からのシュートでした。さあ、今のスローです。ここはディフェンスをかわしてのシュート、なかなかいいシュート。そうですね、ちょうどちょっとゴールキーパーの真正面でしたね、ディフェンスがコースにシュートコースに入ってますからね、はい。ちょっとやっぱり、キーパーのところへ行くような、そういうようなちゃんとしたディフェンスポジショニングですね、ディフェンスも、はい。この林田は清水東高校の2年生ですが、ちょうどドイツ戦では素晴らしいボレーシュートをね2点目決めていたんですが、なかなか思い切りのいいシュートをしますね、はい。今日はそういったプレーがまた見られるかもしれません。さあ、左サイド、スルーパスを通そうという県選抜、しかしこれはカット、チャンスですよ、チャンスです、ね。さあ、落ち着いて、ここはカットしました。コーナーキックに変わります。静岡県高校選抜は前半が3本目のコーナーキック。さあ、そろそろこれが3つ目のセットプレーです、コーナーキックですから、そろそろ得点そうです、ね、欲しいところですね、ボールを蹴るのは背番号8番の清水商業2年生の佐藤幸彦、まあ、この佐藤もこれまで3得点と、非常に今大会は動きがいいですね、キレもいいし、そうですね、思い切りがいいような感じしますよね、はい。さあ、左から前半3本目のコーナーキックです。カーブが勝った、ゴールキーパー飛び出しました。そしてもう一度、これはちょっと後ろに流れました。韓国が大きくクリアです。10番のキム・ゼシン、さあ、左サイドから8番のカン・ジョンフンが上がっていく。ディフェンス3番がついています。さあ、中へ折り返した、フリーだ、カン・ジョンフンのシュート、ゴールキーパー川口、素晴らしいですね。さすがに高校界のサッカー界の屈指のゴールキーパーと言われている川口です。さあ、今のプレーですが、もうフリーでしたね。これは本当に反応よく出ました。素晴らしいですね、まあ、川口は昨年は日本ユースでこの大会も出場したんですが、はい、今年はこの県選抜、さあ、ピンチを切り抜けた県選抜です。
まあ、しかしああいったところの守りの硬さが、ね、ありますから県選抜。そうですね、まあ、あの攻めの方も落ち着いて安心してできるというところあると思いますが、さあ佐藤から右を振りました。17番の清水和夫、これは韓国がボールを奪い去りました。静岡県高校選抜は秋の国体の選抜メンバーの母体になるチームです。まあ、この試合には清翔から7人、それから清水東から3人です、はい。ゴール前です。林田シュート、クロスバーを届いた。もう一度大きくクリア、惜しいシュート。いやー、今の惜しかった。さあ韓国が奪いました。ソウル高校選抜、左ちょっと吉野がこれを後ろに流していますが、反らしていますが、いや今のも本当に惜しかった、ね、もう少し下だったら入ってましたね。入ってましたね。でもいいタイミングで飛び込んできましたね、ここ、はいはい。林田のシュート、そしてこの後のフォローが佐藤でしたが、はい、ちょっとタイミング合いませんでした。さあ一転して韓国です。右サイド9番のチョン・ソンガンが来ましたが、これは大きくクリアしました。県選抜林田、左サイドを使います。13番の小山、ドリブルで持ち上がる。手を挙げたの8番の佐藤育彦、そしてスイッチしました。クラスエラーの中に入った。これはオフサイドです。です、ね、あオフサイドでした。しかし惜しい攻撃です。この人が藤枝東高校2年生の小山、はい、今もあのワンツーからいい形の攻め。そうですね、どうですか、なかなかスピーディーで。やっぱあの一番の持ち味ドリブルなんですね、はい、非常にあの緩急あるドリブルしますよね。さあこの県高校選抜ブルーのユニフォームですが、まあ、さあ韓国が奪った。前線にボールが入った。7番のイ・ジェシャン、向こう側粘ります。ここで奪い返しました県高校選抜。この辺は本当にディフェンスが安定しています。さあ一気に今度はカウンターを狙います。13番の小山、向こう側タッチを割っています、まあ、あの静岡のチームもですね、はい、ディフェンスラインの試合が遅いんですね。休んでしまって、まあ、あのフォワードに任せたよというような感じのプレーですね、はい、後ろから思い切って右サイドサイドチェンジを行いました。5番の加藤が行きました。まあ、その高校選抜なんですが、清水東が2人、藤枝東が3人、まあ、本当に清翔を中心のメンバー構成になっているんですが、まあ、昨年もあの山形での紅花国体、はい、2年連続16度目の優勝ということで、今年は3連覇がかかるわけですが、はい、ここにはあと日本ユースから選手も戻ってきますんでね。そうですね、非常にまた強力なチームになりそうです。さあ17番の清水和夫、シュートを狙いました。ミドルシュート、浜田高校3年生の清水和夫。さあこの選手も非常にいいプレーヤーですね。そうですね、個人がしっかりしてますしね、はい、そしてあのやっぱ思い切りもいいですよね。振り向きざまのシュートでした。この選手はオランダアイックス戦で1得点をマークしています。そしてこの中央の方、右端の方が県選抜の村田監督です。34歳、沼津学園サッカー部の監督です。さあまた前線に縦パス1本、フォワードを走らせます。まだ両チームともに得点がありません。しかし、まあ、あの内容的には県選抜がどうでしょう、押し気味という感じですか。そうですね、やっぱり1対1見ていても、あのちょっと上、格がちょっと上じゃないかなっていう感じがするんですけどね、はい、今年のチーム、この県選抜ですが、まあ、村田監督に伺いますと、今年は守りを重視したチームだという話をしていたんですね。ですからこの大会に入る前もほとんどあんまり点が取れないんじゃないかなという話もしていたんですが、どうしてここまで2試合で6得点と、はい、なかなか得点能力もありますよね、このチーム。そうですね、国体の考えますと、やっぱノックアウトの大会なもんですからね、はい、トーナメント戦なもんですから、どうしてもそういうところに気持ちは行くんですけども、やはりサッカー全体考えてみましても、ディフェンスがある程度きちっとしないと、なかなか攻撃のいいリズムは生まれませんのでね、そういう意味で川口君を中心にして非常にこう、はい、ディフェンスをしっかりしてますから、はい、非常にいいリズムで攻撃もいくんじゃないですか。さあシュートです。佐藤のシュート、これは外れました。これは相手のディフェンスに当たっているでしょうか。さ
さあ今のプレーです。小山君頑張りましたね、ここから持ち込んでニアに合わせたんですね、この辺もいいタイミングで佐藤が走り込んでいきます。そうですね、いいタイミングですね、まだ2年生です、清水商業。林田君と佐藤君は中学からのコンビですからね、もうアイコンタクトでいけるんじゃないですか、お互いにもう相手のことがほとんどこう意思の疎通ができている、そうですね、さあ前半まだ得点がありません。両チーム静岡県高校選抜、そして韓国のソウル高校選抜、この両チームの対戦です。県選抜はこのゲーム引き分けでも B ブロック1位、明日の優勝決定戦へ駒を進めることができます。さあ前線にロングパスが入りました。タッパス1本、しかしこれはカットしています。もう一度韓国押し上げていきます。韓国としてはどうでしょうか、やはり真ん中からのこう突破というのはかなりディフェンスも県選抜は硬いですからね、やはり両サイドからこ うまく崩していく。そうですね、やはり両サイドのスペースを2トップの2人がですね、動いてそこから突破しようという狙いですね、両チームともちょっと最初ラインからトップにボールを入れるのが早いんですよね、ですからどうしても中盤がついていけなくて、前線とディフェンスラインがどうしてもこうアコーディオンになってしまう、そういう両チーム今攻撃においてのディフェンスももちろんそうですけども、そんなちょっと欠点が見られるんですけどね、そうしますと、縦1本の前にもう1本横パスなど入れて、横パスあるいはくさびに入れて、そして押し上げてサポートして入っていくっていうような、そしてもう少し分厚く攻撃できると思うんですね、終盤でのボールの奪い合いになっています。真っ赤なユニフォームが韓国のソウル高校選抜です。さあ左へ振りました。10番のキム・ゼシン、8番のカン・ジョンフン、この2人のコンビです。左サイド上がっていきます。さあパスを通した10番のキム・ゼシン、なかなかキープ力そしてドリブル力とあります。しかしここはパスが通りません。コースをうまく塞ぎました県高校選抜。これトップ入れましたね、クリアボール、中盤が上がれませんね、今中盤拾われましたね、こういうことなんですね。そうですね、これ一つでもですね、横パスパスを多くすれば多くするほど攻撃が遅れますけども、攻撃は厚くなりますよね。それだけ選手が周りに集まれるということですね、はい、さあ13番の小山です。さあヒールキックで後ろ8番の佐藤、これは通りません。韓国の方も今年は守り重視のチームということで、攻めとしてはカウンターを狙っていきたいという話をしていたんですが、先ほども吉本アナウンサーのレポートにありましたように、今年はその8月16日からアジア学生選手権というのが、あるんですが、スリランカで行われますが、韓国の全国の高校選抜チームがこの大会に出場するんですが、ちょうどこの SBS カップと重なりまして、ソウルの選抜メンバーもその中へ何人か入っているということで、ですから監督も今年は、選抜なんだけれども、ちょっとこうね、その辺力が落ちるかなという話もしていたんですが、しかし今年はここまで1勝1分けと、この試合に勝ちますと優勝決定戦へ望みが出てきました。韓国の県高校選抜、大石さん、その韓国なんですけどもね、勝敗はあまりこだわらないという話をしてたんですよね、監督が、それで今日ユニフォーム赤いユニフォームですよね、これまで2試合ともにサブのユニフォームでブルーだったんですよ、どうぞ続けてください、その赤いユニフォーム、3試合目にして初めて身につけたわけなんですが、これがナショナルチームと全く同じデザインでして、選手としては日本で言えば日の丸をつけてやってるような気分なんだそうですね。なるほどね、そうしますとやはり今日はこの県選抜とのゲーム、それだけ気合が入っているということなんでしょうかね。そうですよね、さあその韓国です。7番のイ・ゼション折り返しました。10番、いやここはなんとか切り抜けました。県選抜、そしてもう一度13番のキム・デヨン、縦入れます。ボールを奪い返した県選抜、8番のカン・ジョンフン、右へ振ります。そして7番のイ・ゼション、ここは向こう側のタッチを割っています。韓国もこれまでは単独チームでこの大会出場してたんですが、最近はちょっとこうね、上位は入ってこれませんで、そのあたりも、かなりその今大会の意気込みというのは感じることができます。
その韓国なんですけれども、やはりまあ、このところ日本でもJリーグが、ね、始まって非常にサッカーが盛り上がっているんですが、韓国にもそのサッカーのリーグがありまして、まあ、6チームで、プロリーグを、組んでやってるんですが、まあ、かつてはそのプロリーグの方も盛んだったんですが、プロ野球ができてからプロ野球の方に人気を奪われたということで、ね、人気が、野球があるんですね、はい、でまあ、最近ではその野球の方に人気を奪われているので、ちょっとこうサッカーの方が低迷しているという、そんな話もしていたんですが、さあその韓国陣内に入っていこうという県選抜。ただ韓国の方でもこちらの日本の国営放送の衛星放送が入るそうなので、そうですね、だいぶ皆さん見てるようですね。おじさん、はい、再び韓国の話なんですけどもね、やはり昨日1日完全休養日でして、スポーツ用品店に皆さん足を運んだんだそうですね、はい、シューズを買ったり J リーググッズを買い求めたそうで、やはり将来は日本の J リーグでやってみたいという選手も何人かいたようですよ。あ、なるほどね、やはり韓国からは現在サンフレッチェ広島にノ・ジュンユンという ね、 そうですね、非常にこうスピードのある、いい選手が来てますね。そうですね、韓国のイ・テジュン監督に聞きましたところ、日本からもその J リーグのチームのスカウトがだいぶ韓国の方へ来ているという話をされてました。ですからいい素材があればどん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 スカウトしていきますね、さあ右に展開します。大きな展開、清水和夫が来ました。しかしこれはゴーライン割っています。浜田高校3年生の清水和夫、非常にドリブル突破力、シュート力もある選手。この一番右端の方が県選抜の村田正和監督です。そしてそのお隣が大石博道コーチ、清水工業サッカー部の監督です。得点はまだ0対0、ほとんど風がありません。さあ韓国ディフェンスの裏を取ろうというところですが、ここはなかなか固い守り。中盤でヘッドの応酬から韓国です。さあ左サイド中へボールが入りました。これは通りません。県選抜、さあ小山です。左サイドここからですね、はい、ここからの押し上げを早くしてあげる、はい、林田が行きました。もう一度小山、さあゴール中央には8番の佐藤が待っています。そして清水和夫、ここはディフェンス、逆サイドに逃れます。ソウル高校選抜、さあここには加藤です。清水商業の加藤、切れ込んでいく、スイッチした8番の佐藤、これは奪われました。韓国のその両サイドの攻めですね、ここまでどうでしょうかね。先ほどちょっと伺いましたが、やはり狙い目がですね、はい、中盤にしてもディフェンスにしてもですね、取ったボールをとにかくトップにまず当てようというのが徹底されてますね、はい、そこで当ててボールをキープして時間を稼ぐ、その間に第2列中盤が上がってばということなんですけどね、ちょっと今、県選抜の今ちょっとリズムになりましたけど、はい、その狙いですね、まだ両サイドがえぐっていくというような感じはないんですけどね、はい、さあ県選抜は前半4本目のコーナーキック、左側からです。背番号8は佐藤幸彦、清水商業の2年生。宮古市と清水の頭を越えて後ろヘッドでクリアしました韓国。もう一度ここからですね、さあ縦へ出ました10番のキム・ゼシン、ドリブルで、はい、そうです、ドリブルで時間稼いで次の第2列上がってきますね、はい、これでフリーですよ、はい、さあここから来ます韓国、細かいパス、これはちょっと通りません。もう一度後ろから16番のチョン・ソンバンのシュートでした。大石さん、はい、こちら県選抜サイドですけれども、村田監督先ほどから10番のキム・ゼンシン選手、韓国のキム・ゼンシン選手を十分マークするようにと指示を与えていました。やはりその辺はね、ベンチとしてもよく分かってますね、はい、10番のこの動き、鈴木君がもう少しきちっとマークしないとですね、はい、ちょっと危ないと思うんですね、はい、ちょっとこう動きは時折フリーという状態ありますからね、はい、
インターセプトを狙う、あるいは、いけないだったら 次の仕事を考えるというような部分でですね、ちょっと中途半端なんですね今ね、はい。まあ、吉野君とのコンビの関係ともあるんですけどね、その辺のこのマークの受け渡しも含めてですね、そうですね、やはりあの最終ラインから のコーチングが非常に必要だと思うんですけどね、はい、ちょっとあの連携があまり良くないような感じですね、はい。さあ前線にボールが入りました、うん、これはカットしています。向こうが、まあ、ゴールキーパー の川口、それからスイーパーの吉野ですね、この辺りからもかなり大声で指示を常に出すようにしているんだという話もしていたんですが、はい、さあ右サイドです。ソウル高校戦です。中へボールを入れましたが、これはゴールラインを割っています。まだ共に無得点、0対0。韓国はここまで初戦がドイツのドイツとのゲームで2対1、2戦目がオランダに1対1、一方の静岡県高校選抜は初戦がオランダ3対2、これは逆転勝ちです。そして2戦目がドイツ3対0。2勝をマークしています。ですから県選抜が今日このゲームに勝ちますと、すんなり B ブロック1位優勝決定戦へ進出、まあ引き分けた場合でも勝ち点5ですから、これもトップで B ブロックの1位優勝決定戦へ進むことができます。 A ブロックの方はあの日本ユースが2勝してますんで、今日のゲームの内、勝敗以下によってはこの県選抜と日本ユースという対戦も、決勝では見ることができます。韓国です。左サイド8番のカンジョンフンから中、これはカットしています。もう一度前線に縦パスを送ります。さあ一気にゴール前、ゴールキーパー出ました川口、まあ、非常にこうゴール前に上がってもあの安定感がありますんで ね、安心して見ていられますね、はい。まあ、この川口あたりも非常に、まあ、海外での遠征もありますし、また外国勢との対戦も、まあ、経験も豊富ですからね、そういった意味でもあの守りにそういった選手がいるっていうのは、これは非常に精神的にも大きいですよね。そうですね、ディフェンスとしては心強いですよね、はい。選手が1人倒されています。3番の鈴木悟、清水商業、後ろから行ってしまいました。イエローカードです。10番のキム・ゼシンに出されました。だいぶちょっとこの辺り、まあ、マークの方もなかなかこうあのラインを突破していくことができないということで、だいぶちょっとイライラが出てきましたかね。そうですね、さあ縦へボールが入ります。県選抜9番の伊藤渡る、ボールを奪った、叩いて清水和夫、中へ入れた、ボールは通りません。かろうじて逃げました韓国。左サイド8番のカンジョンフン、さあカンジョンフン、中央には10番のキムゼシンが上がっている、うん、このパスは通りません。5番の加藤です。そして左サイド、ここはうまく、はい、小山、左を使います。まあ、韓国はこの時間帯やはりあの8番のこの左、そして10番とこのパターンが目立つんですが、そうですね、ちょっと加藤君のマークがですね、はい、つかみきれてないんですね、もう少しそれから攻撃にですね、やっぱ狙いっていうのはですね、あまり感じないんですよ。さあいいパスが通った、うーん、これは倒されました。8番の佐藤です。清水商業の2年生、176センチ、今大会は3得点をマークしています。このパスもなかなかいいパスでした。ちょっと足の方へ行ってしまいました ね。県選抜も形としてはやはりこの佐藤がスーッと前線に上がっていって、はい、で、まあ、あるいは小山、左サイドは小山、右は清水、この絡みがなかなかいいんじゃないですか。もう少しね、やはりトップは悪くないと思うんですよ、はい、もう少し右サイドの
伊藤君ですね、はい、今真ん中やっておりますけどね、はい、僕は彼がもっと右サイドに出てきて、ラインを突破していく仕事をした方がいいと思うんですね。それからもう少し左サイドの林田君を使う、はい、どうしても真ん中から行ってですね、今ねカウンター食らうような戦いなんですよ。ですからリズムとしては県選抜がボールをこう支配しているようですけども、リズムとしては韓国のソウルのチームのですねリズムだと思うんですね。ああああなるほど、まあ、韓国としてはそのあたりはポイントはじゃあ最後はきっちり抑えているみたいな感じになりますかね。そうですね、まあ、佐藤君はある程度向こうが意識してマークしているという部分もあるんですけどね、はい、ミドルシュートを狙いました林田。清水東高校2年生です。遠目からのシュートでした。さあ今のプレーです、うん、まあ、こういった形で、まあ、ちょっとこう遠目から打ったりとか少しバリエーションを混ぜながら、シュート自体はですね、うん、そういうように遠くから打つと、はい、いうようなことは、まあ、ディフェンスからすれば打たせたくないから前に出てきますからね、はい、非常にいいことだと思うんですね。でも展開としてはですね、うん、本来林田君はあの左サイドでやはり突破をしてセンタリングをするのが、まあ、本来の仕事なんだね、はい、そういう点を考えますとあまりいい展開ではないということなんですね、はいはい、さあ手元の時計で前半もすでに5分を切っています。残り3分をもうすでに切っているところです。0対0まだ共に得点がありません。静岡県高校選抜と韓国ソウル高校選抜のゲーム、さあ県選抜陣内に深く入ったところ大きくクリアしました。4番の小川左サイド、うーんと倒されました。13番の小山、170センチの小山、ちょっとボールに関係ないクリアしましたね、はい、さあ左サイド手元の時計で残り2分少々ということです。さあこれは前半の、はい、いい時間帯でのチャンスですね、はい、そうですね、角度もいいですね、はい、左からのフリーキック、さあ8番の佐藤か、あるいは佐藤です。中入れた小山がちょこんと叩いて左サイド一旦戻した、そしてゴール前に上げます。うん、これは直接ゴールキーパーです。この選手が佐藤、清水商業です。さあ韓国、ここでインターセプトしました。ここから林田君が外に出ていかないとですね、はい、今少し外側に開きかけたんですが、さあそして右サイド、そうですね、はい、9番の伊藤渡る、うん、これは相手がインターセプト。さあ韓国です。ハンジョンフン左増えました。キムゼシンオフサイドです。オフサイドがありました。まだ共に得点がありません。0対0前半も手元の時計ですでに1分を切っています。ブルーのユニフォームが静岡県高校選抜。さあ終盤です。8番の佐藤、そして一旦返します小川です。さあ小川がゆっくりと上がるところ、17番の清水かなり下がっています。前線出した小山、このパスは通りません。この選手が13番の小山。さあ手元の時計では今前半の40分を経過しています。0対0です。得点がありません。今日の主審は石山さん、ラインズマンが布瀬さん、二俣さんです。ここでホイッスルがありました。前半が終了しています。静岡県高校選抜、そして韓国のソウル高校選抜、前半を終了しまして0対0、ともに無得点です。
この放送は浜松球技場から生中継でお伝えしています。少し目先を変えて納豆のお味噌汁、お珍しいなと喜ばれる楽しい味です。新秀一お味をつけ新秀一味噌みこちゃんです。ナスはさっと油で炒めてお味噌汁に、味と香りがとても引き立ちます。色鮮やかな季節です。ひまわり竹縄野村の MN ファンドひまわり、野村証券またはお取り扱い証券会社へどうぞ。スーパーマイルドのいいところ、汚れにスーパー厳しく髪にスーパー優しい資生堂スーパーマイルドシャンプー、洗っても洗っても優しいよ。僕らの洗顔料はノンオイリー天然植物系で超さっぱり。ニキビも防ぐ資生堂ウーノウォッシングスクラブ新登場。食べたい日それがカレー曜日、食べたい日それがカレー曜日、食べたい日それがカレー曜日、食べたい日それがカレー曜日のね、1台ぐらいしな、8分の5かちょうどいい、8分の5かちょうどいい、みんな8分の5がいいと思う。 SB 8分の5チップ、前半を終了しまして、ともに無得点0対0です。さてこの試合の解説は県サッカー協会技術員で徳川学園菊川高校サッカー部監督の野島敏弘さんです。野島さん、はい、前半を終了しまして無得点という形になりましたが、はい、まあ県選抜も惜しいシュートがありましたし、はい、前半を振り返ってどうでしょうか。全体的にはですね、はい、ボールの支配率は高いと思うんですけどね、やはり本来 のチームとしての狙いですね、はい、外からえぐって攻めるという狙いはですね、あまり、達成されてないというような感じですね、はい、そうしますと、まあ攻めとしてはある程度もう少しこう、少しこうバリエーションを考えて、そうですね、両サイドからですか、はい、やはり僕はやはり一度佐藤君にボールを集めてですね、うん、そこから左右に散らしていくと、はい、そして伊藤、あるいは今のポジションでいきますと加藤君とかあるいは林田君を走らせて勝負するというようなサッカーをやった方がいいと思うんですね、はい、さあその前半なんですが惜しいシュートがありました。ちょっとそれを振り返ってご覧いただきたいと思います。前半の16分でした。このボール林田です。クロスバーに当たったんですがね。そうですね、まあ、決定的かと思われたんですが惜しかったです ですね。もう少し足元抜いたらね、いったかもしれないけど、はい、まあ、この、はい、そうなのいい君ですか、ゴールキーパーのなかなか、はい、彼もいいキーパーですよね。そうですね、ポジショニングもいいですしね、はい、高いボールも強いですし、はい、いいと思いますね、はい。その県高校選抜なんですが、おとといドイツとのゲームを行われています。これをちょっとシュートシーン、得点シーンをご覧いただきたいと思います。まず1点目です。このスルーパスを通して最後は佐藤のシュート、佐藤からそして清水がスルーですね、スルーしたんですね、はい、佐藤のパス、清水がうまくスルーします、うん、そして佐藤です。
この辺もよく周りが見えていました。そして2点目、これも佐藤から、そしてこの林田の素晴らしいシュート、見事なシュートでしたね。これいずれも2点両サイドからですね。はい、このボレーシュート素晴らしいですね。そして3点目、技ありのシュートです。鈴木則明、ここでゴールキーパーが出てきます。これです、さすが静まっていう感じですかね。そうですね、鈴木君らしいシュートですね。まあこれについてもかなりドイツの、ね、監督も、もう、まあ、もうどうしようもないな、素晴らしい選手だという話をしていたそうですが、いいアイデアですね。はい、さあこれからこの後は後半が行われますが、前半を終了して、まだ共に得点がありません。それでは今日の第1試合のオランダとドイツ、このゲームを得点シーンをご覧いただきたいと思います。前半の30分になります。アヤックスのシュート、この10番のクライファートのシュート、選手ですね彼は。左からのパス、はい、さあこのパスが良かったですが、まあ、その後走り込んで、決勝点です。これでオランダがドイツを下しました。まあ、オランダも今大会からかなり期待されたんですが、結局ちょっとね、優勝決定戦までは行くことができなかったですね。はい、それでは星取り表の方をご覧いただきたいと思います。 A ブロックの方ですが、日本ユースが2勝しています。レアルマドリッドが1勝1敗、今日はこの後日本平で4時からレアルとそれから、モロッコのゲームが行われますので、これでレアルが負けますと日本ユースが、これは文句なくということになりますが、レアルが勝って日本ユースが負けた場合ですね、その辺は得失点差ということになってきます。そして B ブロックです。 B ブロックの方はご覧のように県選抜が2勝、ソウルが1勝1分けということで、県選抜がこの試合引き分け以上ですと、すんなりと B ブロック1位優勝決定戦進出を決めることができます。風が少し出てきました浜松球技場です。まもなくこの後は後半が行われます。輝く自然の中に少年は何を発見するだろう。地球と生命を守る政教新聞。そうか、入りたいか、じゃあちょっと会おうか。自分はまだ若いです、頑張りたいと思います。起きた土方さん、新人か、歓迎するぞ。若者の保険パスポート新選組、第一生命。がん脳卒中心筋梗塞からあなたを守りたい、ニューリードシールド新発売。第一生命。消すげあなたの優しさを欲しいと思ったの私、偽りの涙。本当にバイクで帰ってきたっか。許してはくれない。先に家に帰ってるよ。バイクで会おう、ヤマハ。リホの楽ちん生活、夜ビデオを見る、テレビデオだからすぐ見れる。はあ、楽ちん楽ちん。朝テレビ見る、オートターンで寝たまま見れる。はあ、楽ちん楽ちん。こっち向き、三菱テレビデオ楽ちん館21、新登場。 G コード予約もできる。三菱。食べたのは誰だ。今度は哲也が探す。どこ、あたた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 、ん、あ、カップ。マリちゃん、赤いキツネと緑のタヌキ。サッカー選手
手は腹ペコだ。麺が違う、スープがうまい、マルちゃん麺作り。僕らの元気はマルちゃん麺作り。生味仕立てでうまさにゴール。今サイン入りテレカが当たります。 93SBS カップ国際ユースサッカー予選リーグの最終日、静岡県高校選抜、韓国ソウル高校選抜、まもなく後半のキックオフです。後半はエンドが変わります。このご覧のブルーのユニフォームの静岡県高校選抜が右のエンド、そして左のエンドが真っ赤なユニフォームの韓国ソウル高校選抜です。前半を終了して0対0、共に得点がありません。この後半勝負ということになります。さあ、まもなく後半のキックオフ。さあ野島さん、後半ですが、はい、まあ、これはあのとにかく早い時間に1点欲しいですね、どちらでも。そうですね、はい、高校選抜は引き分けてもというのがね、なんか消極的な前半サッカーやってるような感じしますね、はい、もっとやっぱ自信持って十分ボールシェアしてるんですから、うん、積極的になってほしいですね、はい、後半が始まりました。さあ後半どういったゲームを見せましたか。県選抜、ここでホイッスル。それでは後半のメンバーをご覧いただきましょう。静岡県高校選抜です。ゴールキーパー1番の川口、そして2番の吉野、3番鈴木、4番が小川、中盤です5番の加藤、6番の山西、8番が佐藤、9番伊藤、11番が林田、フォワード2トップ、13番の小山、17番の清水和夫です。一方韓国です。ゴールキーパーイ・クァンソク、3番がチャ・ミョンピル、4番キム・ウルス、5番キム・ビョンユン、6番がチュ・ヨンホ、13番キム・デオン、16番がチョン・ソンバン、8番がカン・ジョンフン、17番チェ・ソング、10番がキム・ゼシン、9番がチョ・ソンバンです。後半は韓国は17番のチェ・ソングが入ってまいりました。7番のイ・ゼヒョンがアウトしています。さあ韓国先選抜が韓国陣内に入ろうというところ。さあ野島さん、はい、後半ですがポイントとしてはどのあたりが考えられますか。やはり両チームですね、やっぱもっとコンパクトにしたサッカーやった方がいいと思いますね、はい、ちょっとこう伸びてしまって、ゲーム自体がなんかこうフォワード、攻撃はフォワードだけがやってる、はい、守りはディフェンスだけやってると、はい、いうようなちょっと中身のないゲームだったですよね、はい、ゴール前です。県選抜ゴールキーパーが取りました。はい、お話途中になりましたが、それからあとやはりカウンターって言いますけどもね、やはりそういうカウンターを狙う場面もありますし、はい、そうでないやはり全体でゆっくり攻めるという攻撃もあるんですね、はい、そういうところのこう判断を早くしてですね、全体がもっと早めに動き出すというようなサッカーを、ぜひ質の高いサッカーに変わるかと思いますけどね、はい、さあ韓国です。県選抜がボールを奪い返した。もったないんですよね、まあ、特にそのポジション的なもの、まあ、本来のそのポジションと違う形で、まあ、この県選抜のメンバーですからね、いるんですが、なかなかその辺もうまく自分自身が消化しきれない部分もあるんでしょうね。そうですね、ポジションの仕事というのをこうもっとこう意識してやればと思うんですけどもね、はい、こういう質の高い中でやるとどうしてもそういう意識が薄らいでいくものなんですけども、はい、まあ、これぐらいの子どもたちですからね、もう県のトップレベルの選手なんですから、はい、一つ自分のポジションの仕事は何かということをもう少しこう意識してやってくれたらいいなと思うんですけどね、はい、さあ韓国のスローインです。チャンスになるか。13番の小山、さあシュートを打った。右のゴールポスト、もう一度折り返した林田、そして詰めていきます。あ、ここは、オフサイドです。あ、また惜しいシュート。いやこれは枠に当たったの2本目ですね、この試合、彼の持ち味がやっぱ出たところですね、はい、非常に彼をフェイント、そういうドリブルですね、それも長けてますんでね、一番いいところ出しましたよ彼は。
それにしても非常に惜しいシュート。そうですね、ちょっとサウルのチームに味方してますね。ちょっとこうね、運がないなという感じもありますが、さあその韓国です。今度は県選抜陣内に攻め入りました。ゴールキーパーの川口義勝、非常に安定しています。まあ、韓国の方はさあ県選抜です。右サイド、これはカットしています。まあ、先ほどのレポートに今日はありましたが、真っ赤なユニフォームを着て、そのナショナルチームと同じユニフォーム、まあ、気持ちをこう奮い立たせるというね、そういったところでも、あの気持ちの上でもだいぶ、始まる前から違うところがあるかもしれませんね。さあ県選抜13番の小山、持ち上がります。お、壊した。ゴールキーパー飛び出した。いい反則、よく飛び出しました。そしてこの選手が13番の小山、なかなかスピーディーなドリブル、そしてゴール前に上がっていきました。今もなかなかあのいい形の ね攻めが一つ見られました、はい。まあ、小山君の持ち味を生かしたような、そうですね、どんどん自分のプレーをアピールすればいいと思うんですよね、はい。先ほどあの伊藤君も取られましたけどね、右サイドに出てって突破を図りましたけどね、はい。そういうことを何回も繰り返しているとこうチームとしてもリズム出てますからね。そうですね。さあ韓国です。しかしここは処理しています。しっかりつないでですね、ちょっとサイド変えるともっと厚い攻撃できるんですけどね、はい。左サイドを使おうというところですが、林大は通りません。そして右です、キムゼシン。この選手はなかなか怖い選手。まあ、しかしどうでしょう、逆に県選抜としてはこのキムゼシンをある程度抑えておけば、そうですね、あと8番の、カンジョンフンですか、はい。その他の点ではどうですか、ご覧になってて。特に韓国の選手、そうですね、まあ、どちらかというとちょっとディフェンシブに構えてますんでね、はい。ちょっと攻撃的にこの子がこういう特徴があるというのはちょっと見抜けないんですけどね、はい。大石さん、どうぞ。こちら県選抜チームのハーフタイムの表情です。村田監督ですが、ハーフタイム前からちょっと韓国チームにデンジャラスプレーが多いなとこぼしていましたね。そしてハーフタイムには全員がロッカールームに入りまして、ドアもピシャリと閉められてしまいました。さあシュートを狙いました、ミドルシュート。ワンタッチありましたね、はい。9番の伊藤航のシュートでした。コーナーキックです。さあ今のシュートシーンです。左足のシュート、後半1本目のコーナーキックになります。右側から、さあ立ち上がりのチャンス。イー君なかなか守備範囲広いですから、はい。ちょっとゴールマウス外して、2つ目のボールで勝負するようなね、はい、ことをちょっと工夫するといいですね。こういうふうに外して、はい、この次のボールですね、はい。ちょっと惜しかったですね、アイディアいいと思いますよ、はい。4番5番と県選抜は選手が詰めていました。もう少し外からですね、はい。さあ小川から前線へ、このパスはカットしました。もう一度、大石さん、はい、どうぞ。県選抜チーム続けます。やられるとすれば速攻だ、相手は中盤をうまく使った速攻を狙ってくるので、ディフェンスをもう一度組み立て直すようにという指示でした。そして10番の選手にあんなにボールを持たせちゃいけない、そして8番の選手もどんどん中に入ってくるので要注意だということでした。以上です、はい。今日の静岡県高校選抜の情報は石川陽子アナウンサーです。まあ、やはり先ほど野島さんに言われましたけども、はい、その速攻ですね、韓国の、はい、この辺を要注意という指示が出ていたようですね。そうですね、ですからそういうものを防止するためにもですね、はい、静岡のチームはもうつないで外から攻めるということをね、もっと徹底しなければならないんですよね。大石さん、はい。一方の韓国なんですけども、ハーフタイムの時には控え室よりも涼しいからということでグラウンドの芝に座らせましてハーフタイムの指示を与えましたイ・エジュン監督でした。日本の攻撃大変鋭いものがありますので、ちょっと韓国としては攻めあぐんでいるということです。
まあ、静岡の加藤を、ね、あのマーク不十分だという点があるわけなんですが、守るのが精一杯になっているという韓国です。まあ、前半よくつないでいました8番のカン・ジョン君、それから10番のキム・ゼイシンなんですけども、この2人のコンビに後半もかかってくるという話がありました。あのこのグラウンドというのは高麗芝を使ってまして、長さ大体40ミリぐらいにカットされているんですが、日本の芝はちょっと短いんじゃないか、ボールがちょっとバウンドが変わってしまうという話もありました。以上です。はい、今日の韓国ソウル高校選抜の情報は吉本久志アナウンサーです。まあ、共にポイントはこの8番10番ということですね。狙い目はもうはっきりしてますよね、はい、あのソウルのチームはですね、しっかり守って10番8番に当てて、はい、突破する、あるいはサポートしたのが打つと、はい、もうそういう形で徹底してると思いますね。はい、静岡は逆に今度外からやっぱりえぐっていかないと点取れません。はい、さあ加藤が中へパスを通した伊藤航のシュート、これはつないで最後は小山のシュートでした。もう一度林田後ろからシュート、韓国が懸命に守ります。もう一度、このボール右サイド出ました。佐藤からのパス、これはちょっと通りませんでした。狙いはいいと思いますよね。はい、そういうああいうあのつないで外から攻めることを繰り返しやっていけばですね、やはりかなりあの疲労度が増していきますのでね、はい、あの勝機が生まれてくると思うんですね。はい、さあだいぶペナルティーエリアの中に入るというチャンスが多くなってきました。県選抜右サイドです。小山、これでいいんですね。はい、5番の加藤、そしてこのパスはカットです。もう一度組み立てます。右サイド、向こうがタッチラインいっぱいのところ、小山、そして加藤、加藤からです。中へ入れた、佐藤へは通りません。ジョージさん、はい、あの県選抜の攻撃シーンが増えるということは、言ってみれば韓国の守りのシーンが多いというわけですよね。はい、あの守備ができればなんとかなるというイ・エジェン監督の指示がありました。これまでの2試合同様、後半でなんとか動きを作りたい、こういう指示でした。はは、後半勝負ということですね。こういう、はい、さあ韓国です。右へ振りました。シュートが上がってきた、シャンミョンピル、この選手が3番のチャ・ミョンピル、ディフェンダーです。なんとかこちら側のタッチに乗られています。でもあの何番ですか、10番韓国ですか、韓国の10番、はい、9番ですか、はい、10番キム・ゼシンと8番とか、はい、やっぱポイントの選手にボールが行きますと、もうその他の選手が本当にこう突っ込んできますね。さあ小川、小川がドリブルで上がっていきます。さあ一気に前線まで上がっていく清水商業、小川持ち上がった、かわした、さあシューティングレンジ入った、折り返した、理長の速さのシュートが決まった。先制は静岡県高校選抜、林田のシュート、見事に決まりました。後半の12分、先制したのは静岡県高校選抜です。さあ今の得点シーンです。この折り返したボール、11番の林田。大石さん、はい、県選抜チームベンチですけれどもね、今得点が入りましたよね。ここで村田監督はちょっとこちら放送席側を振り返りまして、そしてベンチの後ろにいる人たちにも笑顔を振りまいていました。みんな笑顔です。ご覧のようにこの村田監督、表情がだいぶ緩んできました。そうですね、選手点大きいですもんね。はい、1対0と県選抜が1点のリード。今は3番ですか、鈴木ですかね、今はねずっと持ち上がっていったのが、4番だね、4番ですね、小川ですね、ですね、はい、30メートルぐらい引っ張りましたね。非常にあのこう前線に上がるのは好きな選手なんですが、そうですね、途中でこうパスを出すかなと思ったら最後まで行ってしまいまして、昭和時代はフォワードやった選手ですよね。はい、非常に攻撃力のあるディフェンダーなんですけどね、パワフルなね、はい、まあそれにしてもこのドリブルを韓国は全くあのカットしに行かなかった、チェックしに行かなかった、ゆっくりしたんじゃないですかね。まあ、あっという間に前線まで上がりまして、そしてチャンスを作りました小川、最後は林田が決めて県選抜が1点のリードです。さあ優勝決定戦進出へ向けて大きく前進しました静岡県高校選抜。さ
さあそして動きの方も少し良くなってきましたが、先選抜さあ1点ビハインド追う形になりました。韓国です。ソウル高校選抜、後半変わりました。チェ・ソングから左に振った、これはカットです。さあ今度は伊藤、そうですね、伊藤君やっぱあそこで突破する仕事をうんとやってほしいですね。はい、さあ佐藤から中に入った、小山のシュート、佐藤小山と当たりました。あ、このあたり韓国も少しディフェンスラインが崩れてきましたか。いい質のいい、これタイミングのパスなんですね。はい、もう少し持ってしまうと合わないんですけどね、そういうところが佐藤君なかなかいいものがありますよね。はい、まあ、今もちょっと13番の小山が映っていたんですが、表情がだいぶこう和やかな表情、白い歯がこぼれていたんですが、だいぶ1点取って選手も余裕が出てきたんでしょうかね。さあ前線に入りました、林田、いいスルーパス、うん、これはカットした。韓国かろうじてコーナーキックに逃れています。徐々にその狙いがですね、はい、出てきましたね。両サイドを打っていくというね、はい、さあ後半2本目のコーナーキック、静岡県高校選抜、1点をリードしています県選抜。さあニアポストには17番の清水、そしてディフェンダー曲がってきます。さあその清水、これは韓国がクリア、そして韓国です。ソウル高校選抜、これも早めに前線でチェックしていきます。県選抜ですね、はい、サイドを変えて、さあここから逆サイドです。加藤が入ってますよ。はい、フリーですよ。さあ右サイド縦へ出ました。5番の加藤、清水商業、折り返した。13番の小山、小山、ヒールキック、そして清水のシュート、惜しい。清水のシュート、あー、惜しいシュートでした。さあ今のプレーです。この右サイドへのオープンスペース、そうですね、この水君ですか出したのね、はい、ここいいプレーで、今度ここのここです、ね、小山君の持ち味ですね、はい、そして清水君の持ち味ですね、この3人の持ち味がうまく出ましたね、さあコーナーキックです。後半3本目のコーナーキック、ボールが入った、ヘッドでクリア、そして今度は一気にキムゼシンカウンターを狙います。韓国ね、早押し上げをね、はい、うん、向こう側のタッチ割っています。おじさん、はい、ここで韓国メンバーチェンジがありました、はい、9番のチョウ・ソンガンに変えまして14番のイ・キョンマンを入れてきました。フォワードの選手ですから攻撃を厚くしようということでしょうね。はい、14番のイ・キョンマンが入りました。9番のチョウ・ソンガンがアウトです。さあ韓国の方も1点取られて、まあ、攻撃的な布陣を敷いてきました。さあその県選抜、しかしこれはもう一度中へ入れます。縦パス、13番の小山、ゴールキーパーが出ました。イ・クアンソク、このイ・キョンマンはドイツ戦後半登場しまして、まあ、第2戦のオランダでは先発出場もしていたんですが、1対0と県選抜が1点のリード。さあ韓国としてはとにかくこのゲーム勝たなければ優勝決定戦へ出場することはできません。ですからとにかく早い時間に1点を返したい韓国。ソウル高校選抜、さあ細かいパスを通して前線に上がっていきます。8番です、カン・ジョンフン、このポイントになる選手、中入れた、ヘッドでクリアです。そして県選抜佐藤から、あっとこれ危ない、中入れました。もう一度大きくクリアしました。さあ今度は一転して県選抜のカウンターになるか。13番の小山、ここはためを作ります。スローダウンです。いいですね、はい、あった、ちょっとヒールキックできません。さあ吉野がゴールキーパーに返しました。あっと、ここですね、再三言われているそのスペースが空いているというのは、はい、まるでガラ空きでした、中盤のスペース。さあ韓国です、カン・ジョンフンから中にボールが入った、ワントラップして、キム・ジャシンのシュート、ロシのシュート決まりました。同点に追いつきました。韓国16番のチョン・ソンバンのシュート、1対1の同点。後半の18分です。
さあ今の韓国の同点ゴール、中へパス、この後走り込んだ10番ですね。そして最後この16番チョン・ソンバンのシュート、別の角度です。あ、なんとか弾いたんですがね、ゴールキーパー見事に同点シュートを決めた16番チョン・ソンバン。10番のキム君が非常にいいタイミングで走り込んだんですよね今の、はい、ちょっと県選抜なんですか、おごり力なんでしょうかね、はい、1点取ってちょっと油断が出ましたが、ね、油断ですね、はい、さあ韓国は16番キャプテンのチョン・ソンバンのシュートで同点。これで、はい、韓国の方が勢いづきますよね、さあまたボールを割った韓国です。ドリブルで突破をしていきます。ディフェンスが戻る、県選抜、そして左へ振った、右サイドが空いている、左サイドから逆サイドに折り返した、これはカットしました。もう一度林田から後ろへちょっとボールが流れています。ボールを拾ったのは韓国、4番キム・イルスから17番、そしてワンツー、これはちょっと通りません。さあ韓国がフォローしていきます。ここで県選抜、さあ県選抜、ここはかなり中盤韓国がボールを奪いに来ます。さあ韓国が押し上げていくディフェンスライン、外からですね、はい、攻撃を、だいぶ動きが中盤も激しくなって速くなってきました。ちょっと勢い出てきましたよ、はい、同点に落ち着きまして韓国だいぶ動きの方もキレがまた出てまいりました。県選抜としてはここは落ち着いて処理していかなければなりません。さあ右サイドへ出しました、加藤が待っています。中へボールが入った13番の小山、さあ小山だ、右サイド飛ばした、ペナルティーエラーの中に入った、折り返した、加藤へのパス、さあもう一度小山、さあ加藤だ、シュート、クロスバーの上、清水商業の加藤のシュート。さあ今の惜しいシュートシーン、どうですか、惜しかったですね。そうですね、でもそのシュートまでがですね、崩しが非常にいいですからね、はい、こういう攻撃をどん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 やっぱ繰り返していけば、もう追加点を奪えると思うんですからね、はい、さあヘッドの応酬です。韓国速い攻めです、見え振りました14番イ・キョンマン、そして中、これはカットです。しかし真っ赤なユニフォーム韓国がボールを奪います。そうですね、はい、ちょっと気迫で投げてますね、さあ短い細かいパスを通した中、縦から崩そうという韓国、大きくクリアしました。県選抜はここはなんとかクリアで逃れてという状況。そしてもう一度韓国、加藤が行きます。県選抜縦パスを通す韓国、ここでホイッスルです。ちょっとこう主勢に回ってる感じの県選抜です。そうですね、はい、もう完璧に主勢に回ってますね、まあ、ですからこの1点というのは本当に選手のこの心理に与えるものって大きいんですね。大石さん、はい、あのまあ、1対1の同点に落ち着きまして韓国ベンチも勢いが上がってるわけなんですけどもね、あの今日ベンチの裏にですね、元韓国代表のディフェンダー県選抜、さあ中盤でパスをつないでいきます、どうぞ、はい、あのベンチの裏にですね、元韓国代表のディフェンダーで現在地元浜松の PGM フューチャーで活躍されていますチャン・ウェイドン選手が駆けつけておりましてね、話をちょっと聞きましたら、まあ、大変いい試合であると、日本の高校レベルが大変高くなってきて現在は韓国を超えているんではないか、こういう言葉が聞かれました。昔からサッカーについては本当あのお互いに切磋琢磨するライバルであったんだけども、アジアのサッカーのレベルがこれでますます上がっていくんじゃないか、こういった話が聞きました、はい、今日の韓国サイドの情報は吉本久志アナウンサーです。さあ県選抜が右からのフリーキック、ボールをセットした8番の佐藤です。さあファーポスト、これをパンチングで逃れています。
まあ、韓国の方も昨年までは単独チームでそれほどいい成績を残すことができなかった、はい、で当然この上の年代もあるんですが、やはりこの年代はどうでしょうかね。ちょっとこう日本とゲームをした場合に戦力的には少し劣るかなという感じも、まあ、SBS カップ見てるとあるんですが、そうですね、やはり単独で来ますとですね、やはり県の選抜チームにはちょっと大変じゃないかなと思いますね。ある程度市でセレクションされた選手ですとそれなりにやるんじゃないかという感じしますけどもね、はい、さあボールが入りました。スローインですが、これはゴールラインを割っています。ゴールキックに変わります。でも県のチームの本当にレベルアップというのは急速なやっぱり勢いでこう上がっているような感じがするんですね、はい。まあ、それは当然J リーグの影響もあるでしょうし、はい、また子供の頃から海外の遠征をしたりして、ね、大きいと思いますね。それが、はい、外国のチームと当たってもそのまず気遅れをしないということが一つ言えます ね。でも春ドイツオランダですね、行かせてもらいましたけども、はい、もう堂々とやってますよね、むしろもっと強いチームないのかいという感じですね、はい、私たちがどちらかというとそういう経験ない、ね、ような感じだったもんですが、今子供たちってすごいなって思う、感心させられるくらいなんですけどね、はい。まあ、そのあたりでずっとそういった経験を積んで、まあ、この年代もちろんこの高校レベルの単独チームで、はい、海外遠征をするチームもありますね、そうですね、ブラジルまで行ってますのでね、はい、そういった経験が非常に、大きく、まあ、各選手に残っていると生きていると思いますね、そうですね、はい。まあ、しかしこの上の年代になってきますと、まあ、韓国ももちろんこの後にはワールドカップのアジアの最終予選も控えているんですが、はい、さあ中央から行きます。本選抜左へ振りました。林田へは通りません。県選抜、はい、こちら県選抜チームメンバーの交代がありますね。13番の小山純選手に代わりまして15番の岩下聡選手が入ります。岩下選手に関してはディフェンスでそこの位置に入ってディフェンスで頑張れという指示が出ました。はい、岩下が入ってきました。そうですね、非常に交代とか意図することは非常にいいことじゃないかと思うんですね、はい、そこに入って、少しでも伊藤君とそれから佐藤君の負担を軽くしてあげようというね、はい。まあ、トップはどういうような形になるんでしょうか。優勝心です。シュートを打った。ゴール右外れていきました。今もフリーの状態でのシュート、ちょっと危ない場面がありました県選抜。さあ今のプレーです。このダイレクトでパスを通してシュート、さあ今お話ありました岩下がディフェンシブハーフの位置で、そうですね、トップが、どういう形になるかですね、ワントップになるのか、ワントップ気味ですね、はい、ワントップ気味、清水のワントップのような形が現在はなっています。さあ、ボールが出てしまった。14番シュートを打った。韓国もう一度シュート、逆転です。韓国14番の一本番のシュート、2対1。立ち上がってベンチも大喜びです。ソウル高校選抜2対1と逆転です。さあ今の得点シーン、ディフェンスをかわされて最後ゴールキーパー飛び出したんですが、別の角度です。さあどうでしょうこの得点シーン。ダウンジの飛び出しシーンですね、やっぱついてますね。そういう執念というかその辺乗りつっていう感じの、はい、得点ですね。後半から出場してまいりました14番のイ・キョンマンのシュートでこれで2対1、韓国が1点のリードと変わりました。さあ後半も28分が経過しています。さあこれで韓国としてはこのままいきますと優勝決定戦進出、まあ、県選抜はとにかく引き分けでもいいですから、そうですね、なんとかあと1点入れなければなりません。ちょうど今もディフェンシブハーフにさあゴール前に上がりました。クロスボール、これはゴールキーパーの川口です。岩下を入れてちょっと守りの方を、そうですね、ちょっとバランスがね、あんまり攻撃にしても守りに
してもちょっとバランスがあんまり良くはなかったですから、はい、そうするとあとムードを変えるという意味でやったのはいいと思うんですけどね。まあ、しかしその直後の、2点目ということになりました。そうですね、はい、メンバー交代となったとしてチームにいい方向に出る場合もあるし、時として今みたいな相手に、はい、行くという場面ありますよね、メンバー交代、なかなか難しいんですね、そういう意味でいろんな要素ありますので、そうですね、まあ、ベンチとしてもその采配が非常に決まるときには結果としても当然いいんですけれども ね、してやったりなんですけどね、はい、まあ、そのあたりもこの過去2試合を振り返って村田監督は、まあ、交代する選手がみんないい働きをしてくれるので本当にまあ楽ですよみたいな話をしていたんですが ね、ちょっと今は交代した直後に失点を喫してしまいました。しかしまだ1点差、時間もあります。そうですね、はい、今手元の時計で後半の30分を経過しています。得点は2対1、1点を追います静岡県高校選抜。まあ、岩下と言いますとお兄さんが清水エスパルスで、そうですね、はい、岩下純、まあ、トップチームの方にも試合はファーストステージの、途中から出場したりということもありましたがね、まあ、そういった形でこの年代、まあ、特に去年は日本ユースからは田島選手がエスパルスに入ったり、はい、それが他の選手も、まあ、J リーグのチームに入ったりということ で、この年代からもプロチームに入っています。さあシュートの韓国でした。10番のキム・ゼシン、これは、左側の方が韓国のイ・エジュン監督ですが54歳。韓国が1点をリードしています。ここでホイッスル。さあ、県選抜がフリーキックです。左へ出した伊藤渡る、折り返したゴール前、ゴールキーパーイ・クァンソク185センチ、イ・クァンソク18歳です。さあ、韓国です。17番、中盤で細かいパスを通していきます。左サイド、この辺もなかなかキープ力があります。いいですね、はい、3番の鈴木が行ったんですが、これは難なくかわしつ、そういった場面も見られました。さあ、前線に行きます。11番の林田、右サイド、この選手が11番の林田、清水東高校の2年生です。今日は先制のシュートを決めています林田。さあ、韓国10番のキム・ゼシン、8番のカン・ジョンフン、中央にボールが入ります。縦17番、大きくカットしました。3番の鈴木、この選手が鈴木、ちょっとこう表情を見るとかなりきつそうな感じですね。疲れが伺いますね。さあ、クロスボールを入れましたが、これは川口が取りました。遠線バッター、さあ右サイド加藤が上がっていきます。そして徐々に押し上げていきますが、向こう側タッチにボールが出ています。さあ、手元の時計では残り7分ですが、1点差、攻めとしてもう一度確認しますと、どういったことを残り県選抜は、やはり外から攻めるということをやっぱ徹底していった方がいいと思いますね、はい、1対1で切れますからね、はい、ここに返せるなとか狙うね、はい、さあ、折り返しのボールでしたが、これは後ろに流れています。守りはやっぱこの10番、それから8番、16番ですかね、はい、のさあ、キム・ゼシンです。かわした、ゴールキーパー飛び込んだ、ここは身を挺して止めました小川です。シルビ商業の小川、今は本当にいい守りを見せました。さあ、一転して県選抜、
縦へ行きます。まあ、要注意のこの10番のキム・ゼシン、ゴールキーパーの川口がボールを押さえています。ちょっとこう油断をしますとね、やはりああいった形で突破をされます。そうですね、はい、分かりませんからね、最後の最後までね、うん、そうですね、左へ振ります、はい、いいと思いますね、外から攻める。さあ、ここでメンバーチェンジ、県選抜2番の吉野がアウトで7番の市野が入ります。ディフェンスの要、吉野が、退きまして7番の市野が入っています。県選抜です。この市野は藤枝東高校です。非常に空中戦の強くですね、はい、ヘディングの強くです。これで少しバックのディフェンスラインの体型もちょっと変わりますか。いや、小川君が最後を締めるような形になるんじゃないですか。それで10番 の、 キム君にですね、はい、市野君をマンツーマンで、はい、マークさせた、はい、さあ、そのキム・ゼシンのところ7番の市野が今ついていました。左サイドに出ました、イ・キョンマン、4番の小川、戻した韓国、うん、これはなかなかいいタックルを見せました。さあ、小川です。さあ、小川またドリブルで上がっていく、小川ハーフラインを越えて逆サイドへ、いいですね、いい展開です、大きな展開。そして9番の伊藤渡、はい、懸命にここはクリアしました韓国、まだボールは出ていません。外から攻めたんですよ、はい、3番の鈴木、そして15番の岩下、5番の加藤です。前線を見てスルーパスを通した。さあ、左サイド9番の伊藤渡、もう一度外から攻めるようにしてますね、はい、中へボールが入った、クロスボール合わせます。17番の清水、ボールが流れている、惜しい展開です。しかし形としてはなかなか、はい、いいですね、いい攻めでした、はい、向こう側のタッチに逃れています韓国、惜しいチャンスがありました県選抜。さあ、今のプレーをスローでご覧いただきましょう。このそうです、ね、クロスボール、ディフェンスの目を外に引きつけておいて、無駄ないですね、中に入れて、はい、まあ、今のクロスの前の左サイドの展開です ね、 ですね、大きな、あれは誘い込むパスなんですけどね、はい、それから勝負のパス1本入って、はい、ビッグチャンスになったんですけどね、はい、さあ、県選抜またメンバーが変わります。11番の林田に変わりまして14番の奥山が入りました。この奥山は沼津学園の3年生、中盤の選手です。攻撃のなかなか、はい、ボールも持てますしね、スピードもありますから、はい、だからいい選手ですよ。さあ、この選手が入ったことによってまたこうリズム流れというのはちょっと変わればいいんですかね。そうですね、チャンスだと思いますね、はい、左へ振りました。さあ、手元の時計ですでに3分を切っています。後半2対1と県選抜が1点を追います。こちらのタッチに逃れています。さあ、手元の時計では刻々と時間がなくなってきています。2対1、はい、さあ、佐藤です。折り返したゴール前、ヘッドのシュート決まった。3番の鈴木のシュート、5番です。5番の佐藤、同点ゴール。後半の38分、2対2の同点に追いつきました県選抜。さあ、今の鮮やかなシュート、スローでご覧いただきましょう。佐藤から、いいボールですね、そして5番の加藤、見事に決めました。清水商業の2年生、さあ、素晴らしいボールが入ってノーマーク、フリーでヘッドのシュート。ここは定石通り下に落とすヘッドのシュートで、今度は流れが奥山君を入れて、はい、県選抜に行きたいですね。そうですね、交代って本当に難しいですね、はい、難しいですし、当たればそこにやったって感じなんですね。そうですね、さあ、これで2対2、このまま引き分けで終わりますと県選抜は優勝決定戦進出です。終了、気をつけないと、はい、さあ、
残り手元の時計で今1分を切りました。あと1分です。このまま守りきれば県選抜優勝戦決定、優勝決定戦への進出を決めます。これ気をつけないとね、みんなでね、はい、集中しないと。さあ韓国は最後のチャンスになりました。左サイドからのコーナーキックです。さあボールが入った。ゴールキーパー、このボールは強い、はいはい、やはりこういった場面非常に安定しています川口。もう県選抜は外から外から攻めをね繰り返せばいいわけですよ、はいはい、さあ右サイド8番1回のところ、今度は中にボールが入った清水。そしてこれはカットしています韓国です。韓国としてはとにかく勝たなければなりません。さあ前線に縦パス1本、ヘッドでクリア。今日はこの小川が本当にあの攻守にわたっていいですね。清水商業の3年生小川雅樹。さあここで手元の時計が後半40分を経過しました。2対2県選抜が 終盤同点に落ち着きまして、このまま引き分けで終わりますと優勝決定戦進出です。さあ県選抜ロスタイムに入りました。今日の主審は石山さん、今ちらっと時計に目を落としました、視線を落とした。さあどれくらいのロスタイムを見ますか。この辺はゆっくりとディフェンスラインでボールを回していきま す、ね、はい、時間も考えてですね、さあ縦、はい、清水です。これでいいんですよ、外でキープして、はい、そしてゴール正面、ヘッドの競り合い、押し上げます伊藤渡。彼のいいところです、これがね。折り返した、シュート、惜しい。加藤今日に2点目のシュートかと思われたんですが、これは外してしまいました。まあ、攻撃するこう意図がね、はい、全員がこう、まあ、ちょっと時間が来てしまいましたけどね、意図を持ってやってますから、はい、大丈夫だと思うんですけどね。さあまた県選抜です。ここでホイッスル、試合終了2対2、韓国そして県選抜ともに2点ずつ挙げました。2対2、しかしこの引き分けは県選抜にとっては非常に大きな引き分け。これで県選抜は勝ち点5で B ブロック1位、明日の優勝決定戦へ進出を決めました。重工です。ハネムーンに来たのに先に俺のやった仕事を見てくれだなんて。そこに行けばもっとあなたのこと分かるのって言われましたよ先輩。地図に残る仕事、大成建設。わがままは何買ってくるの。それを許さないのは女の罪。若かった何もかもが今までもこれからもこれがスタンダード、大道ブレンドコーヒー。お前さん何怒ってんだよ。安いだ高いだと言ってもそう簡単に決められるもんじゃねえんだ。これが俺んちは親父のデーから電話は NTT に決まってんだよ。電話はやっぱり NTT。 中3生対象静岡県統一テストは毎回1万5000人以上が参加。入試本番を想定した出題、多元的な分析、静岡県統一テストで君の真の実力が見えてきます。お申し込みはお電話で。信州一味噌、みこちゃんです。茄子はさっと油で炒めてお味噌汁に。味と香りがとても引き立ちます。
塗った酢味噌です。うどは酢水に放つと色が変わりません。お味噌はいつもの新春一お味をつけ。それでは見事に、ま、引き分けに終わりましたが優勝決定戦進出を決めました静岡県高校選抜の村田監督に司会岡アナウンサーから喜びの声を聞いてもらいました。お願いします。はい、こちら静岡県選抜の監督村田監督です。どうも。本当にピーンと糸が一本張ったような緊迫した試合でしたね。そうですね、まあ1点先取して、追加点が取れないために、55分から65分の間ですか、なんか切れてしまって、で何をやってるのかよくわからない展開になってしまいましたけど、非常に苦しい戦いでしたね。ハーフタイムの時はですね、0対0で折り返しまして非常に厳しい表情だったんですけれども、あの時はどんなお気持ちだったんですか？まあ、後半必ず点は取れるなと思ってましたけど、ただ運動量がですね多分減るなと、それが非常にどの時間帯で運動量が減るのかっていうのが心配だったんですけどね、韓国チームはに対してはね、どんな印象を持たれました？やはり非常に洗練されてるし、攻撃パターンとかは非常に決まってるチームだなと、でやはり非常にいいチームだったっていう印象があります。そうですね、お隣の国ですね。決勝に向けて一言。もう本当に一戦一戦一生懸命やってるだけですので、明日もですね、生徒が、まあ、選手が一丸となって精一杯頑張ると思います。一生懸命頑張りたいと思います。はい、どうもありがとうございました。県選抜の村田監督でした。はい、喜びの声を聞いてもらいました。野島さん、はい、まあ、やはり追加点が取れないというところがちょっと苦しかったようですね、あの辺りのね、はい、今日は前半が0対0、そして後半に、まあ、両チームとも2点ずつ動きがありましたね、はい、この辺りは後半勝負ということになりましたが、どうでしょう、振り返って。そうですね、やはりチームとしてどういうふうに戦うかということをね、本当に意識して始めたのが僕は韓国のチームだったと思うんですよ、はい、でしかし取ったのが静岡のチームで、そして追いつかれて、はい、ひっくり返されて、うん、で最後やっぱ一つの開き直りと思われるような感じから、とにかく外からはというような、おそらく首脳陣の指示もあったと思いますけども、はい、そのメンバー交代がちょっと作用したということで、最後は追いつきましたけど ね、はい、そうですね、やはり狙いをしっかり持って、全員が一丸となってやっぱ取り組むということの大切さをこう教えてくれたようなゲームだったような感じしますね。そうですね、まあ、今日は試合中の中でお話もありましたけれども、はい、まあ、いろんな選手を使って試していきたいということも、ね、当然その監督として、ね、やらなければならないことなんです、はい、その出した選手がうまくこうゲームの中で ね、いい形で、機能してくれるか、はい、あるいはちょっとその入れたためにリズムがちょっと崩れると、ね、その辺がなかなか難しいところなんですが ね、難しいですね、まあ、しかし今日は後半その途中でメンバーを入れ替えて、まあ、直後の得点というのもありましたし、はい、そのあたりは、まあ、いい形でね、2対2と引き分けましたが、そうですね、うん、はい、まあ、分けてよかったですね。そうですね。さあ、これで優勝決定戦、まだ相手は決まってないんですが、もしかすると日本ユースが決定戦に出てくる可能性が高いんですが、そうですね、まあ、日本ユースの方がどちらかというと手の内よく分かってますからね、県選抜の連中地はやりやすいし、またやりたいかもしれませんね。お互いね、まあ、同じ学校のメンバー同士が分かれていたりもしますけどね、まあ、そのあたり、この後4時からは日本平運動公園球技場で、A ブロックのゲームが行われます。その結果が出て、果たして明日の優勝決定戦はどういった組み合わせになりますか。お伝えしてまいりましたように、この試合、静岡県高校選抜と韓国ソウル高校選抜のゲームは2対2で引き分けです。しかし県高校選抜が優勝決定戦進出を決めています。この試合の解説は県サッカー協会技術委員戸川学園比嘉高校サッカー部監督の野島俊博さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。両チームの情報は県高校選抜が石川陽子アナウンサー、韓国ソウル高校選抜が吉本久志アナウンサー、実況大石隆でお伝えしてまいりました。それではこの辺で浜松球技場からお別れをいたします。ごきげんよう。